皆さんこんにちは、TRX マッサージインストラクターの永見誠です。今日はですね、ランナーのためのプログラム、エクササイズの紹介をしていこうと思うんですが、最初はモビリティのエクササイズを4つ紹介していきます。でこのモビリティのエクササイズを走る前とかに取り入れてもらうことで少しですね、動きやすくなったりとか走りやすくなるような感覚を得てもらえたらいいなと思っております。ではですね、まず1つ目のエクササイズはロアバックストレッチというエクササイズになっていて、これは腰の周りからですね、下半身、体の後ろ側全体を、よく動くようにしていくようなプログラム、エクササイズになります。ではロアバックストレッチからいきたいと思います。長さはミッドレングスで、アンカーポイントに顔を向けるタイプだったら、両手を伸ばしてちょうどお腹の高さに来るぐらい、あまり近すぎるとちょっと引っ張るのが、つかむのが大変になっているので、少しアンカーポイントが離れたところになってもらい、足幅を少し狭くしてもらったら、膝を軽く曲げてもらって構わないので、骨盤を後ろに大きく引き下げるようにして、お尻を後ろに引いていきます。ちょうど横から見たときに、ももの裏側とかハムストリング余裕があれば、体がまっすぐくの字になるような形をまず目指してもらいます。この時にハンドルをしっかりと掴んで、もう後ろにぶら下がって少し体重をかけるような感じにしていきます。できるだけお尻、尾骨を後ろに後ろに引きながら、では、右の膝を曲げ、左の膝を伸ばしたまま体を左側にターンしていきます。ここで少し回旋を加えていき、より体側から腰の周りまでを動かしていきたいと思います。ではこれ向きを変えていきます。向きを変えるときも少しお尻が前に出やすくなるので、ずっと後ろに後ろに体重をかけるようにしております。では反対向きもいきましょう。しっかりと後ろにお尻を引きながら、これを左右交互に繰り返していきます。ではもう一度いきましょうか。ずっと後ろに体重をかけておいてください。でゆっくりと正面から体を起こしていきたいと思います。続いて TRX のフォワードランジで、今日は手の位置をまっすぐ高く上げていくことで、少し可動性、肩の可動性も高めていくようなアイフライという形にしていきます。ではミッドレングスでアンカーポイント、背中を向けて立ってもらったら、両手を伸ばして肩の正面ぐらいに腕を置くところです。ここからですね、できるだけ遠くに、では右足を踏み込んでいきましょう。遠くに踏み込んでいくと、手が頭の上に非常に上がってくると思います。この時に足の位置が近すぎると、前に体重が使いすぎて、ちょっと前の足だけで疲れるようなことが起きてきてしまうので、ここまでしっかりと足を開けたら、体重、重心を下に下げ、ハンドルは強く押しながら、少し前に体重をかけていくと、後ろ側の股関節の前側が大きく開いてくると思うので、たくさん走っていると股関節クッキングがちょっと疲れてくることもあると思うので、まず最初に大きく開いておきます。ではハンドルを押しながら足を引いて戻り、これも入れ替えながら動いていきます。足をしっかりと遠くに置いたら、ハンドルを強く前に押しつつ重心を下げて、ではもう一回ずついきましょう。押して戻る、反対側、歩幅ができるだけ広い方がいいんですが、最初遠くに足を踏み込むのが難しかったら少し近めでも構わないです。少しずつ大きくしていきます。ではラスト反対、ハンドルを押して戻ります。 OK。 続いて TRX のボトムアップスクワットというエクササイズで、これはですね、股関節の周り全体をしっかりと動くようにしていくようなエクササイズになりますので、ボトムアップスクワットですね、長さはミッドレングスで、アンカーポイントに顔向けて立ってもらったら、肩の真下ぐらいに肘が来るところを選び、まっすぐ立っているところから少しハンドルを引き寄せるようにしましょう。ここでしっかりと姿勢を整えることができたら、一度腕を伸ばします。後ろに体重をかけます。この時に姿勢崩さないように気をつけてください。しっかりと下までしゃがみ、深くしゃがんだところで、ここからできるだけ背中が丸まらないようにしつつ、左右に体重をかけていくような感じで動いていきます。そうですね、ちょっと揺れるような感じなんですが、膝を少し前に押し出すような感じにしてあげると、足首がこう床に固定されているので、足首がしっかりと動くようなエクササイズになります。で後ろに体重をかけて、今度は足を持ち上げて床を踏むようにしていきます。ここでポイントは、しっかりと体を揺れても構わないんですが、膝を持ち上げて床を踏んであげることですね。股関節を動かすようにしながら床を踏んでいきます。 OK。 止まって真ん中に来たら、膝を内側や外側に開いたり閉じたりして、ここでも足首や股関節の中側をしっかりと動かすようにしていきます。では足を少し開いてもらったら、手のひらを上に向けて、ちょっと体を前に引き寄せましょう。重心がしっかりと真ん中に戻ってきたら、踏み込んで立ち上がります。
これも何回か繰り返してもらってもいいですが、今日は次、そして次はサイドランジというエクササイズになります。ミッドレングスでアンカーポイントに対して関係で立ってもらったら、横に体重移動していくことで股関節を横の方向に大きく動かしていくエクササイズなので、足の幅を少し広め、肩幅よりも広いぐらいで立ってもらいます。ハンドルをしっかりと掴んで、まあ、しがみついたりしないように姿勢を整えたら、片側に体重を移動していきます。この時にかかとが浮いたりしやすいので、それが起きないようにしっかりと膝と股関節を使って体重移動します。一度まっすぐ起き上がりましょう。反対側いきます。いい感じですね。体重をかけながら体が傾いたりしないように気をつけて動いていきましょう。ではもう一度右側少しずつ深くしていきます。いけそうだったらどんどんと床に近づいていきましょう。で立ち上がります。そして反対側、これは下がれるところは個人で下がると思いますので、ご自分でいけるところまでで構いません。いけそうであればできるだけ深く大きく動いてくるようにしていきます。ではもう一回出して OK、 起き上がります。今日はですね、4つのエクササイズをモビリティとして走る前に行ってもらうように紹介をしたんですが、終わった後に、走り終わった後ですね、ゆっくりとストレッチをするようなエクササイズとしても使えると思いますので、走る前と走った後、どちらでも活用してみてください。ありがとうございました。